今回はウッドベースを作りました。ウッドベースはボトルアクアリウムを乗せるための土台を丸太の切り株みたいなので作ったやつですね。それを自分のオリジナルのウッドベースをちょっと作りたいなっていうことで、作っちゃいました。はい。でそれが、今回届いたので開封していきます。この動画ではオリジナルのウッドベースをめでながらヌフヌフするだけのただのそんな動画です。この動画いいなと思ったらよかったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタンコメントお待ちしております。応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回は、オリジナルのウッドベースを作りたいということで、作っちゃいました。はい。でですね、ウッドベースっていうのはボトルアクアリウム、そういうのを乗せたりするね、あのドゥーアとかで販売されてるような丸太の切り株ですね。それを使った、まあ、天然素材の土台ですね。まあ、よく見かけるのはこういう感じのものです。でそれの中でも僕はあの木の皮がついててね、でヒノキの香りがするっていうね、そういったウッドベースが欲しくて、なのであの天然ヒノキの丸太を使ったウッドベースを作りたかったということで、作っちゃいました。あとねカプラアクアってロゴも入れたいなということで、自分用のオリジナルグッズとして作りたいということで、オーダーしちゃいました。はい。といってもまあ DIY がねやっぱ僕は得意ではないというか、やれないのであの丸太とか切れないんで、高知県に住むあの木こりのプロにお願いして作ってもらいました。はい。で刻印とかね、あのレーザー刻印で、焼きを入れてもらいました。はい。ということで届いたのはこちら。もう最高ですね。これ見た瞬間も最高と思いましたね。特にニスとかね防腐剤とかは塗ってません。なので本当に天然のヒノキの木を切り出して、そのままその上に刻印してあるっていうような感じですね。なので形はねいろいろあのバラバラ、模様ももちろんバラバラです。割れ目がね入ってるものとか入ってないものもありますし、ま、木にねあるシミとかも、まあ、こういったものもね味があるなといった感じですね。で皮もね、ついたままでしっかりとなんかあの天然の木を使っているなっていうね、こうネイチャー感をすごく感じるようなそんなウッドベースができましたね。でこれ直径が12センチ厚さが2センチあるんですよね。で天然のヒノキ使ってるのであの香りがね、ヒノキの香りが、ほんのり香りますということで、30枚も作っちゃいましたね。はい。作りすぎだっていうねいうことで、小さいボトルにねぴったりなサイズになってます。100均とかで、売ってるね、小型のボトル、それを乗せるのにねちょうどいい、まあ、コースターサイズの、まあ、手のひらサイズのウッドベースです。今回はねそれに加えてね、特大サイズの25センチのねあの年輪がびっしり入ってますね。超特大のウッドベース、これ自分完全に1枚しか作ってないんで自分用なんですけど、これを作っちゃいましたね。これ厚さ3センチあります。で先日買った、グラスウェアねを乗せるのにぴったりかなということで、このウッドベース作っちゃいました。はい。でですね、このヒノキのねウッドベース作るまであまりね、知らなかったんですけど、国内の杉とかヒノキは計画的な伐採とか、間伐が必要ということで、人工林ですね、あの人が木材を使うために、人工的に植えた木々ですね、そういったのを人工林っていうみたいなんですけど、それの間伐とか山の手入れをねすることで、雨が降ってもね、土砂崩れがしないようにしたりね、あのしっかりと保水力を、まあ、保ってね、ダムの水を維持するとか、まあ、そういった目的があるようです。なので計画的にねしっかり伐採して、
間伐とかが必要だということなんですけど、実際はその伐採された杉とかヒノキがあまり国内で使用されないらしいんですよ。国内の材料は原木の価格が非常にね安くなってて、木を切るだけね採算合わないみたいな、そういうような状態になってるらしいんですよ。で今ほとんどそういう状態なのに、実際使われてるのは輸入の木材が、まあ、大半というような感じみたいです。なのでこのオーダーした高知県の木こりのおじさんの住んでるところが、まあ、ちょうどね早明浦ダムってのがありまして、そのダムはほとんどはねダムのところの、上流はほとんどは杉とかヒノキしか生えてないため、雨で水が溜まってもすぐに干上がっちゃうんですって。保水力のある広葉樹ってのはまあ少ないから、まあ、針葉樹林ばっかりだということで山の手入れがかなり不十分だっていうような課題があるそうなんですね。なので今ではそういった杉とかヒノキを切って広葉樹の苗木を植えるっていう活動がまあ増えてきたらしいんですよ。で、こういったね余ったまあヒノキとかの木材をまあ切ってねで販売しているといった感じですね。なのでね、僕は今回それでオーダーして、こういった形でねウッドベースに、作って、再利用というような感じですね。なのでまあこのウッドベースも一応ねそういったダムのね貯水とかあと土砂崩れをね防ぐための森林破壊とかね土砂崩れとか、まあ、そういったものを防ぐために、必要な間伐のね、まあ、少しでもね、助けになるのかなと。ほとんどの木を切るほどね本当に赤字になるらしいんですよ。だからほとんど、まあ、そういった人工林が、まあ、放置されてるっていう風な、いう話をねしてましたね。なので少しでもねこういった、まあ、ものを、まあ、購入してねこういった現状があるんだよっていうのを、まあ、広めるのもね、このウッドベース、自然に関わるねなんていうんですかね活動の一つかなと大それたようなこと言ってますけど、まあ、そんな感じの、ウッドベースですね。なので、自然に優しいウッドベースです。はい天然の木で、防腐剤とかねあと防虫剤とかね一切使っていない、まあ、木のため薬品使ってないんでね、まあ、子供が舐めてもね安心ということで、まあ、本当に天然素材ということなんで、まあ、ニスとかもね塗ってないんでねそのままの本当に切ったまんまの切り出しの切り株っていう感じです。ただヤスリはしてあるので、まあ、手触りはツルツルということで、まあ、もちろん模様とかね年輪とか柄あと節の位置とかねバラバラです。あと切れ目ね、割れも入ってるものとか入ってないものバラバラ全部バラバラです。まあ、それぞれね、全部味があっていいのかなと、まあ、シミみたいのもありますし、まあ、そういうのもね全てまあ全部、味かなというような感じですね。やっぱりヒノキのねこういった皮付きっていうのはねやっぱりいいですよね。皮付きの、年輪もねかなり、たくさん年輪があって30年1年で1個でしたっけ年輪って。ヒノキとかって成長が早いらしいんですけどどうなんですかね。この辺ちょっとよく詳しくないか分かんないんですけど30年ぐらいなんですかね。ね、ちょっと年輪に詳しい人教えてください。これ何年ものぐらいなんですかね。この12センチっていう太さになるとね。やっぱり天然らしいね、こう優しい手触りというか、香りもね、しっかりヒノキの香りがね、ふわっと香る。こういうね、天然素材を使った、ものをね、アクアリウムで使うっていうのはやっぱりなんかいいですよね。ボトルアクアリウムの中にね、生やすね、緑色と、まあ、こういったね、木、まさにね、緑と、この木の色っていうのはマッチするような感じでね、とてもね、素敵なね、化学反応というか、が起きるんじゃないかなと、インテリアに最高じゃないかなと思っております。
ロゴなんですけど、ロゴはね、しっかり刻印で彫り込んであるような感じですね。で、ちょっとね、やっぱ、カプラークアって書いてあってね。で、文字もね、It's a great day for a cascading ってことで、水系を作るのにね、最高な日じゃないかっていうようなね、メッセージがね、さりげなくね、さらっと書いてあります。まあ、このメッセージがね、目障りだ、裏側にしちゃえばいいんですけどね、裏側は何も書いてないんで、表側だけというような感じですね。はい、というわけでね、まあそんな感じのウッドベースでした。たくさんね、30枚、作りました。そのうち5枚ぐらいはね、プレゼント企画にしようかなと思って、まあプレゼントにしよっかなとか思ったんですけど、まあせっかくなんでね、チャンネル登録者数1万人を記念してね、プレゼント企画をしたいなと思っていますが、今何人でしたっけね、ちょっと4100人ということで、ね、おそらく2年後ぐらいに達成するんで、まあ、その時のプレゼント企画にでもしましょうかね。はい、ということで、ショップで販売してます。1枚2000円でね、販売してます。高いよ、ぼったくりだよと思った方はね、コメントください。はい、そんなわけで、今回は、まあ、エコな、そしてね、自然環境を守るね、というテーマも掲げたね、そんな感じの、エコで SDGs な、SDGs っていうんですかね、こういうの。言わないような気がするな。そんなね、ウッドベースを作っちゃいましたということで、もう本当に最高のウッドベースができました。皮付きヒノキってやっぱ最高ですよね。本当に味がある。でヒノキの香りもすごくいいですね。これ30個全部自分で使っちゃおうかなって思っちゃってるぐらい本当に、気に入っております。もともと自分で使うために、ね、作ったようなもんなんですけどね。はい、ということで、まあショップではちょっとお裾分けということで、まあ少し、ね、販売してます。というわけで、まとめると、ウッドベースは皮付きヒノキで作るとインテリアにもバッチリ。はい、ということで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。久々に30センチキューブを引っ張り出し、シンプルレイアウトをしました。立ち上げて1年間維持したので、バシッと一気に公開します。